我が道断たれようとは。スピア村上始めるよ。シワ首持っていくがよい。甲信越の平和を乱した二人の戦犯を処して特別軍事作戦が終わったところから再開じゃ。聞いていただけますか。うむ、緊急修復は必須じゃな。信貞さん頼みますぞ。やり遂げてみせましょう。さて、楽しい人事のシンキングタイムじゃ。まず運が向上しそうな世界を統一する壺を買って。ぐぬぬ、中性が真っ赤なのが3人もおるのか。手元には壺が1つしかないぞ。むむむ、この壺は父を捨てた勝頼君に差し上げましょう。ありがたき幸せ。壺の中に信玄坊主の首を入れて渡してあげようかな。勝頼君もきっと喜んでくれるであろう。あの顔はろくなことを考えてない顔だ。真田との不毛な憎しみの歴史に終止符を打つため、正幸師匠に我が可愛い娘を嫁がせよう。楓の方が一つ年上ではあるが、似合いの二人であろう。めでたいめでたい、これからも頼むぞ。大丈夫の働きを見せましょう、パッパ上。おう、小山田への手当は後で考えよう。宇治康の動きが心配ではあるが、さすがに腰兵糧が厳しいか。皆様、お帰りくだされ。皆の者、騎乗するぞ。高遠城の兵糧在庫を増やすため、米問屋を建設しましょう。やっと家の豚だ。任されました。小気味良いわ。うむ、信貞よ、なかなかの出来栄えじゃ。さて、みなしろに戻ったかな。人事異動じゃ。最前線の岩戸の城主は、わしの信頼が最も厚い、須田さんにお願いするぞ。内ヶ島さんを連れて、人気に赴くがよい。妖怪の喜びぞ。そして、砥石城主は、正幸師匠にお願いするぞ。ありがたき幸せ。もちろん、楓もついていくがよい。ありがたき幸せにございます。春信を見限った商用犬も連れていくがよい。かたじけなし。漫画を描かない方の氏家さんはなかなか優秀だぞ。こちらも連れていくがいい。かたじけない。生命持ちの遠藤さんは未来の上司候補、正幸師匠の下で学ぶがよかろう。感謝いたす。さて、空席になった大官の席にはリングネーム変更のチャンスがなかった小熊坂影さんを任命しよう。お前の喜びにござる。そして、なかなか新グラフィックがもらえない不遇な霊障院ちゃんにも働いてもらいましょう。私にお任せを。そして、なぜか武田人軍になっていた服部半蔵さんに新人研修を受けていただきましょう。かたじけなし。おっと、諏訪さん、忘れておりませぬぞ。約束通り、諏訪湖の領地を差し上げましょう。妖怪の喜びぞ。諏訪さんが担当していた大官の後釜には、諏訪つながりで勝頼君を入れましょうか。ありがたき幸せ。落眼寺、幾人もの病を治してきたわしに任せろ。うわぁ。ふむ、モーグ秋山さんから有言の提案か。詳しく話を聞こう。おっと、ここで半蔵さんからちょっと待ったコール。思いつきましたぞ。ふむふむ、費用は2倍かかるが、成功率が高まるのか。ここは半蔵の策を採用しよう。ご加盟とあらば。いやいや、秋山さん、またいつでも進言してくれ。進言は盲信だけどな。なんつって、プークスクス。あん。宇治康との長期戦に備えて、灌漑整備の政策をセットしましょう。須田さん、頼みますぞ。謹んで受けたまわります。よしよし、
お米大事、絶対立ちふさがる全ての者らを打ち倒せ。ガチギレウジアスター。6万じゃとー。いつでも冷静なコメント、さすすだ。とりあえず黒人衆の穴山を迎撃に出しておこう。進軍についてはむむむ、春信との戦の傷がまだ癒えておらぬか。稼働率 50% といったところか。お指図願えますか。とにかくみんな岩戸の城に集合よ。進軍についてはみんな続きなさい。遅れてはならぬ。出陣します。ぐぬぬぬ、そうじゃった。落眼寺さんは病気で伏せっておった。緊急事態じゃ。城主を千代女ちゃんに交代じゃ。落眼寺さんは引き継ぎ事項があるじゃろうから領内に留まるがよい。感謝いたすぞ。よし、千代女ちゃんが上原城に到着したな。早速出るのよ。お指図、遅れは禁物です。わしも出るぞ。おのども、ついてこい。おお、これがエルドラド。むむむ、金山開発の金が足りぬ。素晴らしい。おお、半蔵、よくやった。まさきと北田は一軍の将を任されているようじゃ。あの部隊が願えれば大きいぞ。愚心があります。そのまま引き抜きにかかってくれ、頼むぞ。ご加盟とあらば。役に立つかわからぬが、すべての黒人衆も動員せよ。なんとしても北条軍を食い止めるのじゃ。みんな、ついてまいれ。ついてまいれ。我に続け。さすすだ。むむむ、ついに岩戸の城周辺が丸裸にされてしまったぞ。直家様、ここで短期目標ですか。あ、はい、頑張ります。わかり申しました。よし、お金が貯まったぞ。早速金山開発じゃ。ではかかるとしよう。半蔵、よくやった。貴殿にわしを扱えますか。よく来てくださった。貴殿が率いていた部隊ごと願えってくださったのですな。え、は、お前、体一つでやってきたのか。ー、肌がそのまま引き継いでおる。城主を引き抜いても馬味がないではないか。さあ、行くぞ。腕が鳴るわい。ついに氏康と接敵したぞ。おお、勝てばい風況ではないか。大博打の始まりじゃー、行くぞー。ぐぬぬ、コブも高台もない厳しいマップじゃ。正幸師匠が言うように、一つ一つ潰していくほかあるまい。ここに至って死の後の言っても仕方あるまい。ぶつかって勝つのみよ。皆の者、押し出せー。手にかかる。右の誉れとせよ。要所を狙うぞ。続け。むむむ、勝ったおじさんがいるのか。人、引き気味に戦うとしよう。歩を進めるぞ。先へと向かおうぞ。嬉しいです。可愛いです。氏康上、中掛小僧に1万もの兵を持たせたのか。この戦いで、息子の名声に箔をつけようというのか。この橋を使って、敵を限定して戦うほかあるまい。体力を回復しつつ戦い、戦線を膠着させるのじゃ。どうか、
御命令を。少し工夫を加えますか。むむ、ピア仲間のウージー国も参戦しておるのか。牙を前に進め。おお、師匠のレベル5突撃、期待しておりますぞ。嬉しきことに。うむ、信貞さんは頼りになるのう。うの古いところは今我に続け。おほう、一番槍は信貞さんか。軍校長に書いておかねば。おーおお、あの風魔小太郎を瞬殺。信貞さん、見事じゃあ。これはわしも負けてはおれぬ。ガハハハハハ、どちらが真のスピアーか、答えが出てしまったようじゃな。敵を蹴散らさん。よしよし、武力は順調に戦っておるようぜ。この戦闘を見て勝敗を決めてやりましょう。むむむ、あらてか、厳しいんだぜ。少し工夫を加えます。敵の味方の命、皆我が手のひらの上で踊るがよ。よし、勝ったおじさんの攻撃に成功したぞ。我が策にて仕上げと参りましょう。八代さん、わしの国清の背後を守ってくれ。どうか、ご命令。じゃあ、八万キー取ったー。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。いは、千人削って体力回復とは、チートすぎー。ぐぬぬ、敵の攻勢が強い。右翼側の部隊をこちらに振り向けよう。よし、これで右翼側は安全圏になったな。ちと、わしは休むとしよう。もう古いところは今ネズッチ、わしの体力回復の時間を稼いでくれ。暗い我が先方、メイドの土産に持って行け。ぐぬぬ、あの正幸師匠を混乱させるとは。とき、やんでいなければ。真壁氏元、捕らえたり。おーおお、信貞さん、大活躍じゃあ。いざ出撃よ。ぐぬぬ、また新手か。千代樹ちゃんも左翼の増援に来てくだされ。はは、みんな、行きますよ。ああ、千代樹ちゃんの声で行きすぎ。苦しき戦局を覆さねば。八代さん、勝ったおじさんが回想するまで、なんとか踏みとどまってくだされ。ようやく勝ったおじさんが崩れたか。このまま押しつぶせ。ご命令を下され。軒口を守る。勢いは上回っている。好機がございます。八代さんはもう限界じゃな。一旦下がってくれ。はい、動くべき時は今ぞ。むむむ、わしの国清が危ない。勝ったおじさん、そこをどけー。我が前に立ち下がる者なり、ふだけ散れい。我らが出番ぞ。まだいるのかよ。国清は下がれ、あとはわしがやる。ご命令とあらば。相手が悪かった。よしよし、とりあえず、ここら辺りの敵を一掃したな。この勢いで橋の向こう側まで押し込んでくれようぞ。うの古いところは、今まさゆき聞いとったー。敵も味方の命、皆、我が手のひらの上で終わる。よしよし、黒人衆など、わしの敵ではないわ。どうにもならぬ。我が先方、今こそ受けるがいい。中掛け小僧め、なかなかやりおる。ようやくネズッチが間に合ったか。正幸師匠、下がって休憩してくだされ。少し工夫を加えます。
ネズッチはそろそろ限界だな。チヨジュちゃんとスイッチしてくだされ。ははここは私の先方にて制します。よしよし、また黒人衆を蹴散らしてやったわい。まさに吉祥、休憩は十分ですな。またその力を振るってくだされ。少し工夫を加えますか。かかったな大関よ。ここがお前の引き手。またまたユッキー取ったー。皆も力を振るうのだ。どうにもならぬ。よしよし、攻撃隊が崩れたな。一人として生かして返すな。敵勢、退けたり。大田原つなぎよ、捕らえたり。おお、八代さん、見事じゃあ。敵を退けます。わしの国清よ、敵の背後を襲うのじゃ。敵を打ち払います。この前には物の勝手ではないわ。おお、信貞さんが時を配送させたか。素晴らしい。我が先方、今こそ受けるがいい。ぐぬぬ、汁かけ小僧、やりおる。この軍略にて勝機をつかみ取ります。おお、今度は千代子ちゃんが汁かけ小僧を配送させたか。見事じゃ。敵を退けましょう。これで完全に左翼を突破できるぞ。要所を抑えるのじゃ。我が前に立ち塞がる者らよ、だけしない。おお、わしの国清の働きで宇治康の心をへし折ったぞ。大勝利じゃ、皆の者、勝ち時をあげよう。戦を何度味わっても良きものぞ。厳しい戦じゃったが、この勝利は大きいぞ。軍港第一は何と言っても信貞さんじゃな。まさに八面六臂の働きじゃ。敵将、絡め取った。どうじゃ、戦国一のホワイト企業、我が村上に転職せぬか。よし、戦働きは任せろ。おお、鬼真壁来たー。君にはお仕えできません。ならば貴様は岩戸の城のオブジェになるがよい。きれ。あの世で待っております。うむ、極楽浄土で待っておれ。さあ、村上の壁よ、吹き荒れろー。まさか氏真君、天下を夢見てるの。よっしゃー、隣接する机上も手に入れたぞ。と言ったところで、今宵はこれまでにいたしとうございます。